焦燥をかきたてるかのように警告音が鳴り響く。無情にも侵入禁止エリアが行く手を阻み、犯人は姿を消した。その後、手がかりなく現実世界に戻った優作の前に一人の男が現れる。自らをソウルバーナーだと名乗って。なぜ俺の正体を知っている？次回、遊戯王ブレインズ、転校生穂村健、イントゥザブレインズ。